今回のゲストはシンデレラテクノロジー研究者の久保由香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。お願いします。さあ、シンデレラテクノロジー研究者ということで、はい、全く聞いたことのない僕研究者で、ね、びっくり。シンデレラテクノロジーっていうことなんか、はい、どういうことですか、これは。はい、簡単に言うと、はい、あ、若い女の子たちが実際とちょっと違う自分になることを盛るというふうに呼ぶんですが、はい、その盛るを数字で理解しようと研究しています。ほー、またこれはなかなか新しい、はい、お会いしたことのないジャンルの方ですね、これは。でも興味津々ですよ、ね、女性だと思うんでしょ、はい、盛るを数値化するってことね、はい。ほら、これはちょっと初めてのところでございますが、ちょっといろいろ聞いていきたいと思いますけども、先生もだってね、持ってる女性は気になるでしょ。だっていや、ものすごいすごい心こもってますね、はい、今なんかそれが数値で分かればね、はい、もしかしたら数値で分かったらさ、持ってるも引いて素を想像しちゃうよねまあまあまあ、それもありますけれども、でもそういったどういった研究なのかっていうことをちょっと詳しく、はい、放送で聞いていきたいと思いますので、皆さんぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、聞いてくださいね。聞いてください。